アライミオの茨城タイムズ。イエイ。はい、今月もやってまいりました茨城タイムズのお時間でございます、はい。今月もですね、茨城県営業戦略部、障害広報員の沼野さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。毎月ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、まず今日最初はですね、茨城センスの情報があるということで、はいはい、お願いいたします。はい、では早速ですが、はい、今月も茨城センス情報、ホットな情報をお届けに参りました。でまず1点目ですが、はい、こちら茨城県立鹿島スタジアムで、はい、大人気の、スタジアムグルメを茨城センスにて、17日土曜日から販売しております。はい、メロン丸ごとクリームソーダに加えまして、はい、鹿島スタジアムで人気の、イズラハム焼き。イズラ、はい、これイズラって読むんですね。そうです、はい、5に裏って書いて、はい、イズラ、そうです、5裏って読んでしまうんですが、イズラでもちょっと正式に読むとイズラって読むんではないかな、ちょっと発音でイズラって読んでしまうんですかね。はい、これちなみにイズラっていう場所があるんですか、ね。はい、そうですね、これ高萩、まあ、県の本当に北の方なんですけど、はいはい、そこにあるハムソーセージを専門に作っている会社で、なるほど、イズラというところにあるんですよね。はい、でこれがですね、はい、土日祝日限定で、はい、さらに、確実50本限定で今販売しております。はい、でこのイズラハムなんですけど、はい、ボリューム満点ですごくジューシーな厚切りの、イズラハムを豪快に串刺しにした、串刺し、はい、で一本一本手作業で作ってるこだわりの一品でして、あ、美味しそう。はい、でこれスタジアムに行きますと、はい、もうスタジアムの外からもう煙がもくもく上がってるようなぐらい有名なところで、あ、そうなんですね。そうです、もう炭火でこう焼いてるので、あ、絶対いい香りのやつだ。うもうこれ匂いと、そうです、もう煙と匂いとで、はい、もう遠くからでもそそられてすぐに行ってしまうような、もうグルメです。もうずるいやつですね。はい、でこれがですね、はい、本当に限定で今販売しておりますので、はいはい、1本500円で販売してます。お、はい、いいですね、はい、1本500円でぜひお越しください。いつらでしたっけ。いつらです。いつらハム。であとあれです、ちょっと今年は中止となってしまったんですが、はい、日本最大規模の野外音楽フェスロッキンですね。あ、はいはいはい、こちらにも毎年出展してまして、そうなんですね、飲食部門では2年連続売上1位となっているような、すごい、はい、めちゃめちゃすごい、はい、ロッキンでですか。はい、食べたいですね。ぜひ、へー、ぜひ、あ、このイズラハムは茨城センスでは購入はできないですかね。購入はできないんですけど、はい、このイズラハムさんのホームページから確かネット販売してましたので、はい、なるほど、はい、じゃあ入手することはできるんだって、可能です、はい、可能です、ちょっと気になりますね、はい、ぜひバーベキューに、あ、いいですね、確かにこれいいですね、これからの時期最高じゃないですか。いいです、はい、ね、だって焼肉にこのイズラハムの香りが混ざったりしたら、そうです、やばい、もう朝から、はい、これはいいですね、これはすごいです、弾力がもう食べててもすごいいいですからね。そうなんですね、はい、だってもう熱いってさっきおっしゃってましたもんね、うん、厚切りで、これはいいです、へえ、はい、いいですね、ご覧ください。はい、あと、はい、納豆月間なんですか。そうです、この納豆月間っていうのがですね、はい、まあ、全国納豆協同組合連合会が、はい、平成4年に7月10日、まあ、納豆ということで、あ、なるほど、語呂で、そうですね、語呂で納豆の日と決めたらしいということで、はい、はい、で茨城といえばやっぱり納豆ですので、確かに、茨城センスでも7月1日から納豆月間をスタートしております、面白い、はい、はい、で店内には50種類を超える納豆製品が揃っておりまして、はい、その中でもおすすめなのが、はい、まあ、梅雨も明けまして、まあ、この猛暑にぴったりの、はい、国宝納豆ソフトクリームというものを、はい、このカフェで今売ってますので、はい、納豆のソフトクリームってことですか。そうです、納豆に、あ、違う、どういうこと、ソフトクリームにちょっと黒豆の納豆が乗ってる感じでして、おー、なるほど、はい、これはちょっとなかなか想像できないかもしれないんですが、でも、はい、ちょっと気になりますね。そうですね、でしかもですね、はい、なんか醤油を
かけると意外にもまた美味しいらしいなるほど。でもありかもしれないです。分からんでもないですよ、はい、だってバニラとかまあミルク風味にちょっと醤油をかけて納豆ってなんかまずいイメージは全くないですよね、そうですね。なんか甘いのとしょっぱいのっていう、確かに甘いのとしょっぱいのでスイカに塩かけるみたいな言われてたんですけどね、はいはいはい、しかもあれですね、バニラソフトのちょっとこう、はい、なんていうんですかね、ちょっとこう伸びる感覚に納豆のあれが相まって、またいいね、ネバネバソフト。そうですそうです、はい、まあ、嫌な粘りじゃないらしいので、でしかもですね、はい、納豆臭さがないらしいので、あ、まあ、納豆が苦手な方でも楽しめると。なるほど、確かにソフトクリームの納豆の匂いはちょっと違うかもしれないです、ね、あ、そうですね、ちょっといい香りって思えてないような気がする。あ、はい、確かにソフトクリームだと、はいはい、そうです、熱々のご飯だといいのに、はい、確かに。でしかも白のソフトに黒豆なので、うんうん、白と黒のコントラストが、ですね、なるほど、見た目も楽しめて、まあ、写真映えも間違いない。コントラストもそうですけど、まずもソフトクリームの上に納豆が乗ってるだけで映えです。そうです、そうです。写真見ると意外と違和感がない感じになってるんです。ちょっと写真見てみたいですけど、写真あるのかな、どうなんですかね。あ、もうちょっと上に、あ、これ、あった、あ、カップなんですね。そうですそうです、カップにソフトクリームがこう乗ってて、はい、その横とかに、そうです、黒いその国宝の納豆が置いてあって、その上から醤油をかけると、はい、あ、これだったら食べやすくて、見た目あんみつみたいな、しかもびっくり箸で食べているもはやご飯みたいな感じですね。そうです、お値段は680円、はい、なんか結構すごい食べてみたいかもしれない。ぜひ、そうですね、なかなかちょっとこうない組み合わせかもしれないので、はい、なんか言い良さそう、はい、なんか意外 といいと、だって私納豆にマヨネーズをつけて食べたりするんですよ。まあ、バニラとは違うかもしれないんですけどはい、はい、マヨネーズと納豆を混ぜるだけで、はい、まろやかになるんですよ、めちゃくちゃ、はい、多分バニラとソフトクリームも同じ感じなんじゃないかなって思います。多分ね、真面目な顔して言ってると同じ感じなんだと思います。そうです、はい、でも自分はの納豆にマヨネーズって初耳でした。え、本当ですか、はい、やってみてください。もう熱弁してますよ。そうなんですか。結構このラジオで何回か言ってるんですけど、納豆とマヨネーズはマヨネーズの香りはなくなって、はい、納豆のネバネバがまろやかな、クリーミーなネバネバになり、すごい美味しい。ちょっと一回やってみますね。これぜひ皆さんやってみてください。特に楽しいネタをいただいてしまいまして、ありがとうございます。いや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 、いやいや、これしかも納豆ってさっき沼野さんのお話を聞いていたら50種類もあるんですか。そうですね、そうなんです。そんなにあるんだ。意外とありまして、へえ、でちょっとまあ参考になるんですが、はい、まあ、人気のですね、はい、ランキングをちょっと用意してきたんですが、はいはい、まあ、こちらの1位が船納豆というもので、まあ、ちょっと船納豆、前、はい、うん、教えていただきました、はい、ちょっとこう船の形になってる納豆ですね、はいはい、あれがちょっと手頃で量もちょうどいいので、はい、あれが今一番人気となってるみたい そうなんですね。で次がそぼろ納豆というやつで、お、これ確か大根の切り干し入ってるんですよね、はい、へー、はい、これはそぼろ納豆が今2位で、あ、なんか本当に藁ですね、藁に包んであるあ藁納豆、よく、はい、パーキングとかでも見ますよね。はい、はい、あれが3位で、へー、まあ、まあ普通にあったですね、刻み納豆の、まあ、カップに入ってたり、はい、パックに入ってるのが、はいはい、まあ、4位5位って続いていくんですが、はい、はい、まあ、そぼろ納豆は意外とですね面白いみたいですね。あ、そうなんですね、切り干し大根が入ってるので、はい、初めて聞きました。ちょっと、はい、でさらにですね、ちょっとこの前自分も初めて食べて、はい、面白いな、豆腐がですね、はい、あったのでちょっとそれをぜひ、はい、紹介したいと思いまして、はい、で一つ目がですね、濃厚な味わいと滑らかな食感で、はい、バナナ風味のですね、はい、波乗りジョニーとろけるバナナというですね、これちょっとなんか今いろいろと私の中でいろいろとなんかちょっと混雑してるんですけど、はい、これ納豆とはまたかけ離れて、そうですね、ちょっとこう豆腐、はい、大豆つながりで、はい、そのバナナ風味っていうことですか。はい、そうです。へえ、これがちょっとですね、まあ、最初自分はもう自分で購入して、はい、豆腐っていうことで食べたのであれなんですけど、はい、これそのままお皿かなんかに
出していただいたら、はい、豆腐とはまずわからないですね。へえ、バナナの味がする。もうバナナなんですよ、完全に。あ、そうなんですね。はい、で食感も豆腐ではないので、なんか、あ、じゃあ濃厚でちょっとこう豆腐よりも固めと言いますか、はい、なんかバナナのような食感なんですかね。逆にバナナっていうよりはデザートなんです、あ、デザートなんですね。なんかババロアみたいな食感で、あ、なるほどなるほど、テロンってしてる感じなので、これは本当に出されたら、はい、あ、バナナデザートだって思うぐらいの、これちょっと面白いんですね。こちらも茨城センスで販売されてるんですね。はい、販売してます、はい、もう一つは面白いのが、ですね、まあ、こちらも同じメーカーさんなんですけど、はい、濃厚な味わいと滑らかな食感の枝豆ジョニーということで、これはもうまた枝豆ですね。ジョニーが好きなんですね、はい、茨城の皆さんは。そうなんです、波乗りジョニーという。そうなんですよ、はい、でこれはまあ本当に枝豆の風味がしてて、で枝豆風味のお豆腐っていうことですね。そうですね、やっぱり食感はさっきのバナナみたいに、はい、もう豆腐ではないので、もう豆腐として知らされないと、もう違う食べ物みたいな感じで。そうなんですね、はい、で店員さんに聞いたところでは、はい、冬にはいちご風味の、ちょっと名前は、ま、なんかジョニーになるんだと思うんですけど、いちご味が出るらしいんですよね。お豆腐で、はい、面白いですね。これはちょっと面白いですね。確かに、はい、でもお豆腐だったらもう健康にもいいですし。そうですね、お豆腐だけで食べるのも好きですけど、はい、いろんな味があった方がより楽しめて、はい、楽しみですよ、ね、これはいいですね、はい、しかもちょっと今 YouTube でコメントをいただいたんですけども、はい、納豆ソフト想像できない。確かに本当そうですよね。あの茨城センスのホームページを検索していただくと、はい、さっき納豆ソフトの写真が出てきました、うん、多分想像しているよりも、はい、ちょっと私が想像していたよりもおしゃれでした。おしゃれです。あんみつぜんざいみたいな。そうそう、あんみつぜんざいみたいな見た目です。まさに、はい、そうです。しかもすいません、納豆にマヨやりますって来てて。早速皆さんなんですね。ぜひやってほしい、本当に美味しいんで。多分納豆マヨは、あの今までの納豆の概念が結構覆される。あの納豆って、ごめんなさい、10秒で終わらせます。納豆ってネバネバを作るの難しいじゃないですか、はい、でネバネバが作れなかった時ってショックじゃないですか。あれマヨネーズ入れるだけで完全にふわふわな、あのネバネバが作れるんですよ。そうなんですか、はい、でマヨネーズが苦手な方でもマヨネーズ なんかこの嫌な酸味といいますか、そういうのもなくなるので本当に美味しい納豆になります。すいません、タレは入れずに納豆だけかけるんですね。あ、最初そうですね、タレはあの最後に入れていただいて、納豆マヨネーズで混ぜたら、はい、最後にちょっと醤油入れて食べるとすごく美味しいです。新食感ですね。はい、すいません、失礼しました。まあ、でもあの納豆ソフトクリームがね、はい、まずあの美味しいということなので、ちょっとぜひ気になる方は食べてみてください、はいはい。他にもおすすめの商品があるんですよね。はい、ですね、ちょっと納豆からまた、変わるんですけれども、はい、今月から、茨城のブランド牛のですね、日立牛入り粗挽きサラミというものを販売開始しまして、はい、でちょっと この前食べてみたんですが、はい、まあ、正直だいたいサラミだから一緒かなと思って食べたところですね、うん、一口噛んだ途端にですね、はい、あ、違うって思ってですね、なんか風味がやっぱりいいのとですね、はい、食べてると油の重みがなくて、なんか上品な感じの、なんかサラミって結構ジャーキーな感じで濃いめなイメージがありますもんね、はい、あれがですね、なんか上品で、はい、食べてても重くならないなっていうような感じの食感のサラミです。お、日立牛入り粗挽きサラミが販売されている、はい、販売されてます、はい、美味しそう。こちらもぜひですね、はい、ご賞味いただければと思いまして、はい、でもう一つですね、おすすめがですね、はい、プレスタという干し芋のせんべいを販売しておりまして、干し芋のせんべい、はい、詳しいですね、はい、でこちらネーミングがですね、プレスタなんですが、はい、プレスして焼く製法&プレミアムな干し芋を使用したお菓子ということで、はい、プレスと干し芋の星のスターを掛け合わせてプレスターみたいな名前、プレミアムだから星かっこスターってことですね。そうですを掛け合わせてプレスター、茨城県はそういうの好きですね。名前がね、どうしても人ひねりたい、どうしてもちょっと何かやりたいですね。そうなんです。でもその方が印象に残る。そうです、うん、はい、でこれがですね、干し芋農家さんが作ったおせんべいで、はい、油や砂糖は一切使わず、
干し芋のうまみをギュッとプレス焼きしたせんべいなので、はい、まあカロリー等もですね、はい、それほど気にせずバリバリ食べられる、お菓子となっております。なるほど。で 100% 自然の味を楽しめる商品で、はい、1ヶ月になんと840個も販売したという人気商品になっております。で2013年より、はい、3年に一度開催してます、はい、茨城お土産大賞というのがあるんですが、はい、こちら第3回の開催の際に、はい、旅土産部門でも入賞したという。めちゃくちゃすごいですね。そうなんですよ。なのでお土産にもですね、非常に最適な、はいはい、お菓子となっております。プレスタですね。はい、プレスタです。871円、はい、税込みで、はい、お手軽ですね。はい、はい、で、さらにですね、はい、まあ前回もその前ですかね、お話ししてたんですけど、茨城のあのメロンですね、日本一の生産量を誇るメロンを使ったメロン 100% アイスキャンディーというものも、 100% のアイスキャンディー、そうです、絶対美味しい、はい、これがまた食べた人に言わせるとすごく美味しいという感想が出てくるような、はい、アイスキャンディーでして、はい、あの赤肉のメロンを 100% 使用して、うん、生の果肉を贅沢に使用したピューレを使って、はい、メロン本来の味が楽しめるように、手作りで作っているもので、はい、牛乳がですねメロンの、爽やかな甘みと香りをより引き立てるということで、はい、口いっぱいに甘さと冷たさが広がる、まあ、本当に夏に今ちょうどいいぴったりな、はい、アイスキャンディーも販売しております。すごい、はい、100% はメロンそのものをアイスで食べるっていうことですもんね。メロン、そうですね。ですよね。メロンたくさんありますからね。丸ごとクリームソーダも、そう、確かにほぼほぼ 100% ぐらい使ってますからね。本当ですよね。はい、いや、贅沢ですね。この時期は本当、はい、いろんなその贅沢なものとかだったり、はい、その納豆も50種類から選べて、そのお買い物ができたりだとか、はい、ね、他にも茨城センスでいろんなちょっと、はい、美味しそうなものが販売されているということなので、はい、ぜひちょっと気になる方は寄っていただきたいですし、はいはい、あのホームページもあって、そこで、ね、販売、はい、というあの購入もできるみたいなので、はいはい、ぜひちょっとチェックしていただいて、はい、ぜひ。あと私の一番食べたいのはやっぱ納豆ソフトクリームですかね。あ、そっちですか。サラミかなと思ったんですが。いや、サラミも食べたい。確かにサラミも食べたい。どっちも食べよう。全部、はい、ちょっと気になるのでね、ぜひ皆さんもチェックしてみてください、はい、ぜひお願いします、はい、引き続きちょっとエンディングもありますので、はいはい、お付き合いのほどよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。